百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の上です。やってますか？うおー！今日はある実験をします。何の実験かというと、目付けの実験です。剣道では、一眼二足、三短四力と言って、一眼、一番最初に大事なのは、目だよって言ってるんですよ。簡単に言うと、剣道だと、相手の竹刀とか、自分の打ちたいところとか、部分部分を見るんじゃなくて、相手全体を、円山の目付け、遠い山を見るかのように、相手の体全体を見た方がいいよってことなんだよね。でも、あんまり信じてないでしょ？実感がないから。実験のやり方はほんと簡単で、上の人がこうやって定規を手で離して、下の人がこうやって取ると。これがどのあたりで取れるかっていうので反応の速度がわかるよね。ちょっと一人じゃできないんで、ちょっと花ちゃん手伝ってお願いします。お願いします。はい、ちょっと持って、うん、じゃあこの辺でいきますか。 OK、 わかんないね、話してね。じゃあ最初はここだけ見ときますね。剣道で言うと自分の打ちたいところとか相手の竹刀ばっかり見てるパターンですね。ここだけ見ときます。んじゃあお願いします。もう一回ね、こういうこともあるやん。じゃあもう一回何ですか、緊張してんの。お願いします。はい、はい、この辺ね、この辺もう一回お願いします。はい、この辺ね。じゃあ次、エンジャーの目つけで見ます。全体相手ボーっと見てるからね。はい、同じように下ろしてください。はい。お。え？ちょっと待って、どうして？マジ。本当に。もう一回。勘じゃなくて。最後ね、一回ね。本当。という感じで、相手の部分だけ見てると、反応が遅れちゃうのね。剣道も同じで、この定規を落とすのも同じで、定規を落とす瞬間っていうのは、相手の全体からいろんな情報があるわけ。目つきだったり、この辺の筋肉の動きだったり、いろんなものが見えるのね、円山の目つきで見てると。だから、この部分だけ見てちゃダメだよってこと。ありがとうございました。疑ってると思うから、選手交代ね、選手交代。じゃあ、俺が落とすのか。いくよ。最初どこ見る？最初ここだけ見ておいて。ここだけ見てるよ。ここだけ見てるよ。ここだけ見てるよ。こんなもん、ね、この辺だよね。じゃ次は体全体見てて、ここ見てる。体全体、遠く見るような目で見てる。変わんない。あれ？もう一回ね。体全体、遠くを見ておいてね。あ、分かった。何だか分かる。分かったでしょ。もう一回言って。あ、分かった。分かった。もう一回。本当。あ、分かった。分かった。いや。あ、お、でしょ。これが変わったでしょ。変なの。ということです。やらせなし。やらせなし。なんで？それでも信じられないかもしれないんで、さらに選手交代。ちょっとここに息子がいますんで、変わりました。息子になりました。やっほー。何年生？6年生です。剣道やってる？はい。何級？3級です。3級、ちょうどいいよ。円山の目つけって知ってる？知りません。よし、知らない、ちょうどいいです。さっきの見てた？いくよ。こう手離すから、パッと取るの瞬間で。ここだけ見ててね、最初。ここだけ見ててよ。ね。7.5 センチ。9センチ。いくよ。15センチ。うん。よし、じゃ今度全体見ておいてよ。全体見ておいてよ。おお、今早かった。早すぎたな。体全体見ておいてよ。8センチ。8センチ。体全体見ておいてよ。10センチ。よーん、もう一回や。お、これ、なんとなくわかる？0センチ、うん。わかる？ということです。
いかがでした？信じられないことに今日の動画はもうほんとこれだけです。剣道でも同じで、撃たれるのやだ怖いってなればなるほど視界はどんどん狭くなっちゃうんです。視界を大きく広く相手全体を見るような目でやってみましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。やってね、やってみてね。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。